サンデーフォークオフィシャルサイトをご覧の皆さん、どうも、ザ・50回転ズのボギーと、ダニーと、ドリーでーす。やっほー、どうもー、やったー、やったぜ。いやー、いきなり出てきましたけど、はい、僕ね、何しに出てきたんですか、僕たち。ねー、50回転ズ、はい。なんとですよ、ライブ版を抱えてのワンマンツアー中です。はい。ご存知の通りかもしれませんけれどもね、はい、サンデーフォークさんにももうずっとお世話になってますから、うん、はい、ありがとうございます。コロナ禍で我々もね、いろんなライブやってきました、はい、お客さんが声出せないとかね、うん、まあ、その代わりこう手拍子で対応していただいたり、例えばお客さんに鳴り物を持ってきてもらって、うん、それを鳴らしてもらうとかね、ガシャガシャってアコースティックツアーでそれやりましたね、うんうん、やりましたね、うん、そんな中で、まあ、ライブはまだ生きてるよということをね、うんうん、証明するツアーとなっております。はい、はい、でですね、そのツアーに50回転ずのね、先ほど言いましたけど、はい、初のライブ版 CD、はい、持ち歩いております。そうなんですよ、はい、ロックンロールの名盤と呼ばれる中のライブ版でも、うん、ギターがね、ギタリストが一人やのに、はいはい、ギターが2本鳴ってたりですね、うん、あら、そんなライブもありましたけど、50回転ズの場合は、はい、嘘のないライブ版でございます、はい、ですので、曲間の拍手、足したりしてません、うん、してません。もう、ギター聞き間違い、そのまま入れてますね。言わんでもよかった。これはちょっと、もうちょっとうまく弾けるんですけどね。まあ、そんなことは置いときまして、はい、内容は素晴らしい内容になってますんで、ぜひそちらも聴いていただきたくて、はい、ね、コロナ禍を超えたとはまだちょっと、まあ、言い切ることはできないかもしれないですけど、はい、まあ、昨今の50回転のライブもぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい、お願いします。もちろんね、うん、俺たちライブ、全国回ってるわけですが、はい、岐阜でのライブが決まって、決まってなかったら出てきません。それはそう。決まってなかったら出てきません。はい、ね、はい。というわけでね、インフォメーションしてもらいました。はい。はい。10月18日火曜日。はい。岐阜柳瀬アンツにて、はい、ライブ決まっております。はい。そしてですね、11月6日日曜日は浜松フォース。うん。11月20日日曜日は名古屋スペードボックスとなっております。よろしくお願いします。お願いします。いやー、楽しみですな、うん、はい、これどうなるか楽しみで、いつもね、スペードボックスに行くと俺たちこう思うよね、うん、お客さんいっぱい入ってて、俺たち名古屋でこんな人気あるんや、やったぜっていう、うん、そういう嬉しい気持ちになるんで、今回もね、その気持ちにちょっとこう協力していただきたいなと思いまして、ありがたいねー、たくさんお客さんが集まってくれたスペードボックス見てみたいなー、見たいなーといった感じでございますんで、はい、10月の公演、10月、11月の公演も、合わせて3本ありますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、ザ・50回転ズのボギーとダニーとドリーでした。